こんにちは、いいものレーダーチャンネルのカズサムです。イモサムです。はい、今回はね、海洋がグラドンダブルラッシュコースをねやっていきたいと思いますが、星4以上、ね、グレード4以上がですね、あと2つ、まあ、海洋がと、あとですね、トドゼルがグレード3までねあるんですけども、はい、グレード4まだ乗ってません、ね、この2体になりますので、まあ、こちらはねグレード3ありますんで、まあ、最後のグレードアップ、ね、狙って、そして海洋がね、はい、海洋が狙っていきたいと思います。はい、あとね、海洋がと、もうこちらはですねメインメンバーはですね、ゲットしております。海洋がお願いします。ダブルラッシュコース、ガオールメダルを道具と交換できるぞ。ガオールメダルと、さあ気合いドリンク、おー来たね、 300% スタートになります。気合いがアップすると、幸先はいいですね。もうゲットしてましたっけ。はい、トドゼルがこちらはねグレードアップマーチとなります。100% ね、スタートはありがたいですね。味方の攻撃、攻撃ルーレット、赤い数字を、とりあえずね、3回は攻撃したい。1回目いいですね。お、1% 落とした。相手の攻撃、防御ルーレット。さあ、もうサポートが出てくれてもいい。はい、じゃあとりあえずもう一回。これでもう 600% 狙えるとこまで来ました。ラジボール、おーっと、あーやられ、あーおーっと、そっちか、香りで今日セット、ミュウツー投入、ダブルラッシュは発動しちゃいましょうか。いやでももったいないな。はい、400超えました。相手の攻撃、どうでしょう。はい、オンバットがやられましたので、香りにスモッセットボタンで決定。はい、紙剣を投入します。はい、ここはもう紙剣でね、いっちゃいましょうかね。ボールが、ね、
三つ麦。はい、OK です。448% ね、十分な気合が取れました。どうだった？あ、持ってない。よかった。はい、それでは入れてください。ポケモンが、おたけびを上げてポケモンを呼び出そう。ディスクゲットボーナス。ボタンを押す。さあ、650以上はね、あ、いかない。弱い。あー、グラードン、まあ好きだからいいや。はい、もう一丁。あーそうですか。ガオレディッシュを取り出そう。100円を入れるとバトルを続けられるよ。2回目のバトル、連続バトルボーナス、1枚多く使えるようになったぞ。 HP 回復、バトルスタート。はい、ここはね、ダブルラッシュで一気に畳みかけます。味方の攻撃、ダブルラッシュショット。マークを狙って、ボタンで止めろ。2つのボタンを押した。これ多分ね、技のパワーでしょうね。これでフルパワーで出せるという意味だと思います。やられちゃうかな。防御ルーレット、黄色いマークを狙える。どうだ、やばい、カミツルギがやられてしまう。おお、持った。危ない危ない。はい、カミツルギ、はい、これでいったかな。 OK、 やった、ゲットチャンス。今だ、ボールを投げよう。ゲットタイム、倒れませんボーナス。ボールレバーを倒せ、モンスターボールだ。モンボだ、モンボ。1、2、3。はい、じゃあ3回目のバトルにかけましょう。おたけびを上げてポケモンを呼び出そう。さあ、海洋ガさん、お願いします。お見事、オーケストラレベルだ。周りのポケモンがおたけびを突きつけた。海洋ガ、グラードンだ。もう一丁。あ、来ない。はい、行きましょうか。グラードンゲット、狙えるか。連続バトルボーナス、1枚多く使えるようになったぞ。 HP 回復、バトルスタート。
がもしゲットできたらですね、ボールレバーを倒せ、誰か持ってる方と、おトレードを、トレードをお願いしようかなと。おー、まさかの、あれ海王がだったら最高だったのね。すごい、はい、これはこれはやりました。グラード大陸ポケモン、いやー、こちらグラードゲットできましたので、まだグラード持ってなくて海王ガをね2体3体、ゲットしたるよと方でトレードしていいよという方、ぜひぜひですねお願いしたいなと思います。最後にもう一度ポケモンを捕まえるチャンスがあるよ。ラストチャンス、はい、ラストチャンス、タイミングを合わせて真ん中かな、スタート、ポケモンを捕まえたぞ、トゲピー、こちらね確か持ってたと思います。できました。そしてコンボボーナスもね一つ完成しましたね。あ、してないしてなかったまだ残ってた、はい、ということで今回ですね、ダブルラッシュのグラウドをね、ゲットできました。いや、これねぜひぜひトレード、ね、ハイオーガと、トレードしていただける方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひねお願いしたいと思います。うん、ね、トレードっていうねゲットの方法もありますので、今回ねこれトレードに出したいと思います。はい、見た目ね、ちゃんとプリントできてる、できてます。それからですね傷もないようです。はい、ということでトレードしていただける方ぜひよろしくお願いいたします。郵送代はね当チャンネルの方で持ちますので、はい、ご連絡コメントの方にお願いいたします。それでは See you next movie。